はい、ありがとうございます。宇宙エレベーターっていうのは、まあ、多分ほとんどの人は知らないわけで、宇宙エレベーターって何ですかって言われたら、まあ、宇宙と地球をつないでエレベーターを上下させるんで、で人とか物資を運ぶんで、そんなことできるんですかって、いやそれは SF のお話なんだよねっていう話に、まあ、展開していくんですけども、でもやはりその、まあ、誰しもその宇宙に行きたいとか宇宙を知りたいとかっていうのって誰しも興味があるんですよね。で日本 の, あ の, その授業の中で、まあ、あの教育の中で宇宙を教えるっていうのは理科の分野でありますけど、それくらいで、まあ、実際にそんなに授業で関わるわけではない。だけどテレビや、ウェブや新聞でも宇宙の報道ってものすごくされるわけですよ。興味はみんなあるんだけど、まあ、それについて学ぶっていう機会は本当に少ないわけです。そういう意味ではこの宇宙エレベーターっていうのは一つのなんだそれはっていう話からきっかけになって、宇宙っていうものをもっと知りたいとか、宇宙に行ってみたいとか、宇宙開発って一体何をやってるのかとか、まあ、そういうことが興味を持てるわけですよ。そういうきっかけにもなるし、まあ、それからその模型を、宇宙エレベーターは作れないけど、宇宙エレベーターって実際ないわけですから、これから今開発してる中で自分たちでも何か作れるもので、宇宙へ地球をエレベーターで結んでどうやって移動させればいいのか、それを考えてみる、それを何か作ってみるっていうのはすごく、まあ、子どもたち小学生にもできる、そして中高校生においてもそういった問題点について考えること、まあ、そういう良さがあると思って、まあ、あのこの宇宙エレベーターロボットを競技会というのを作って、まあ、いろんな学校の生徒たちと、最初は本校の生徒たちだけになってたんですが、まあ、それをいろんな学校の先生方と、そして子どもたちと一緒に、まあ、やることになっていたという、そういうことになります。